今日、私は旅に出かけた。少し不思議な旅へ。やわらぎの鐘が鳴る町、王子町。聖徳太子が説いた和の精神を大切にする自然豊かな町だ。聖徳太子とゆかりの深い場所で、町には聖徳太子の愛犬雪丸の石造物もある。このお寺では鐘を鳴らせるらしい。せっかくだからと鐘を鳴らしてみた。すると不思議なことが起きた。雪丸は人の言葉が理解できたらしい。楽しそうだからついていくことにした。雪丸が案内してくれたのは住宅街の中にある鳥居。緩やかな坂を登って細い山道へ。突然のハイキングに少し戸惑ったけど、景色を楽しみながら1時間もかからずに頂上へ着いた。見たことのない美しい風景が広がっていた。360度見渡せる本当に綺麗な眺め。雪丸に誘われるがまま、また鐘を鳴らしてみた。するとまた不思議なことが起きた。その歴史ある建造物の数々に私は圧倒された。丸は私の知らない世界を次々と見せてくれた。その意味を私はすぐ知ることになる。
今日、私は旅に出かけた。少し不思議な旅へ。山の上から時を越えて、部屋の中から世界を広げて、時空の旅で出会い、つながる。